何回も読んでもらいました。お疲れ様です。まあ、よろしくお願いします。あの三浦さんはね、結構連携2回やってる、ね、俺に気づかんと走り合って言っときました、ね、勝てるように勝てるようにね、うん、まあ、芸人生活終わりやけど、これで、まあ、思い残すパターンはないですけど、できればね、師匠を見送ってからどうしよう師匠が順番守らんすから恥ずかしくないように最後走ります。2日間しっかりあの、はい、見てますね、はい、いやもうね、あの30年以上ね、あの戦ったんだから、あの多分悔いはないと思うんですけどね、本人ね、第二の人生でも、まあ、タツはあの人間性の良さで、うん、こっからの方がなんかね、また活躍できるところが多分あると思うんでね、うん、応援してます。岐阜なんかさ、東アジアに行ってて、まあ、後半は青いがいい。走ってきました。そうですね、はい。ちょっといろいろな、今回からっていうことは聞いてるんですけど。はい。まあ、つで明日がね。うん、もう一番嬉しい。なんか一番記念に残る連携になるといいですね。そうですね、はい、まあ一生懸命、まあ、もう同い年で、そうですね、ずっと、はい、アマチュアの時から、アマチュアっていうか、まあそうですね、なんか印象、まあ、なかなか連携する機会っていうのはなかったと思うんですけど、いや何回かでも一緒に走ってますね、なんか思い出深いですか。もうなんかおっさん化して、うん、過去のことは全然覚えてないです、まあ、もしかすると今回さえのレースが印象に残るレース、はい、そうですね、ちっちゃい時からでしょ、そりゃそうでしょ、サービスで気合が入ってる、今はもう体が戻ってきてるので普通なんですけど、でも大きな何度も、うん、まあ気持ち、まあまあダメであろう中で一生懸命、うん、諦めやんじゃないけど、うん、スイッチ完全に切るとやれたことはちょっと褒め立ていいかなと思うんです、自分、最後まで一生懸命、まあ、自分なりにやる、しかも、ね、治療も してまたレースに臨むっていう、あの辺はもうすごいなって思ってたんですけど、まあ性格で貧乏症なんです。いやそんなことないですよ。まず第一は最終までたどり着くこと、そうっすね、やっぱりそこで毎週、うん、まあそれを話してほしい、金だったら一生懸命走っとると思います20分、そうです、それですよ、なんかいいことありますから安心してください、はいはい、ありがとうございます、初日が良いことじゃないですか、はい、目標は、はい、頑張ります。